新党グルメ公認稲垣秀也の選挙カーでございます。改めて私は名乗ります。こんな日が来るとは思わなかった。私は日本文化チャンネルさくら社長の水島悟である。新党国盛代表でもある。国盛州全国協議会議長でもある。頑張れ日本全国行動委員会幹事長でもある。こんな日が産経新聞の諸君、君たちに抗議をしなければならない。こんな日が来るとは夢にも思わなかった。約4年前まで私は雑誌の正論に100回にわたって連載を書かせてもらってきた。さまざまな記事も書いてきた。私たちが34回にわたって行ってきた尖閣諸島の漁業活動、これにおいても私たちは諸君に無料で映像も提供してきた。それが今私たちの仲間、そして新党国盛の関西代表、今回は公認候補として立ち上がった稲垣秀也に対してまさに選挙の差別、このような言論の封殺、稲垣秀也まるで立候補していないような存在として扱わない、この報道姿勢を恥と思わないのか。関係新聞、まさかこんな日が来るとは私は夢にも思わなかった。何が保守系のメディアだ。稲垣秀也が何か悪いことをやったのか。正しいことを正しい、日本国民に伝えなければならないこと、全身全霊、まさに命がけで大阪八王子で産経新聞、そんなことで日本が良くなると思っているのか。何か言い分があるんだったら応援出てきなさい。こうしている私は水島悟である。産経学会社長であり新党国盛の代表でもある。なぜ6名のうち1名稲垣秀也だけ報道されないのか。なぜ稲垣秀也だけそれで存在しないからのに立候補していないからのか。それらの報道しかしないのか。我々を大松候補を扱いするのか。私たちは先の参議院選挙で政党要件を満たすべく10名の特選候補を出して戦い、その前の衆議院でも2名の人間が特選選挙を戦った。そして国民運動は産経新聞の諸君、君たちが知っているようにもう20年、しっかりとした民族派の運動とは違う国民運動として、保守の先頭を切る形で、この運動を突破してきたのが私たちである。産経新聞は、これは感謝をするが、100回にわたって、正論という雑誌に私の連載を掲載してきた。どこがどう変わったのか。もともと産経新聞の新米あるいは中米、こういった路線、私たちが常に正論でも私が書いてきたことは、日本を仕事した、常に日本を仕事した、
そういう国民運動、保守の流れを作っていく、それを私たちは目指し戦ってきた。その一つの結果が今、この大阪府の知事選で稲垣秀哉という人物を得て、私たちは立ち上がった。勝つからやる、負けるからやらない、得をするからやる、利権が得られるからやる、やらない、そんな問題ではない。常に私たちは日本を仕事して、日本の国民と大阪府民、その幸せ、未来の子供たちの命と人生を守り抜く、そんな思いで稲垣秀哉は立ち上がった。それを産経新聞、朝日や毎日ならともかく、保守を自称する産経新聞が何たる体たらくであるのか、ここまで堕落したのか。産経新聞、他の知識人は産経新聞だから、多少のいい加減さやこういった裏切り行為黙認するかもしれないが、水島悟は違う。お前たちのこのような日本人として恥知らずの行為を絶対に許さない。明日届くだろう公開質問状と、そして抗議状、この子をしっかり読んできちんと返事をしなさい。産経新聞の中にも心ある人間がいるかもわからない。だが少なくとも稲垣秀哉6名の候補者のうち、本当にこの稲垣秀哉だけを排除した情けない根性、ジャーナリズムの心、ジャーナリストの心はどこへ行ったんだ。我々は確かに貧乏である大企業や組合や企業や、宗教団体やカルト団体、外国勢力から痛い一番受け取らない。だから貧乏である、利権も求めない。こういう姿勢は産経新聞の、私を知っている、チャンネル桜を知っている人間はとうの昔から知っているはずだ。だから私はもう一回言っておく、あまり時間がないから、稲垣秀哉を他の5人と同じ扱いで、同じスペース、同じ扱いをして報道しなさい。これは読者に対する6人の候補者の人となり、政策を知る、知る権利、これに応えるものである。もしこのまま稲垣秀哉を泡沫扱いして報道しないならば、これは選挙差別であり、日本の民主主義、日本の保守運動への根本的な裏切りとして私たちは糾弾しなければならない。一体何をやってるんだ。産経新聞、産経新聞の政治部か社会部か、記者会見に来た若い記者、私によく分かっておりませんような偉いな調子で、自分もお仲間ですのような口調を聞いた。名前を挙げたいが、産経新聞の記者、出てきなさい。なぜこうなったか説明してみよう。社会部長の社長でもいい、きちっと稲垣候補の前に出てきて詫びを入れるとともに釈明をしなさい。私たちは絶対にこのような差別を許さない。民主主義の根幹を揺るがすような産経新聞のこのような行い、候補者の一生、おそらく知事選は一生に一度になるかもわからない。
こういった命がけの戦いを決して去るよ、その思いや戦いを抹殺する産経新聞、政治部、社会部の記者、出てきなさい。水島の前で説明してみろ。朝日新聞や毎日新聞がそういうことをやるならまだ理解をするところもある。それをお前たちはなぜ同調するんだ。同じ山の麦なのか。どれだけ日本の民主主義保守運動に打撃を与えるのか。あらかじめ言っておく、今稲垣秀也は自衛の核武装を言い出している。アメリカがまだ言ってないことである。だがおそらくあと1年2年韓国の大統領まで核武装を言い出した。1年2年経てば必ず稲垣秀也の主張が正しかった。誰よりも先に勇気を持って一歩を踏み出した候補として稲垣秀也の主張があった。このことが1年2年経ってから証明される。その頃になってのこのこと日本も核武装なんだと、こんなことを言わないようにしなさい。お前たちが日本の最初に公の 自治体選挙で核武装を言い出した稲垣秀也という人物を選挙差別によって抹殺しようとしている、この犯罪行為、このことをよく肝に叩き込んでおくがいい。まだ日曜日まで約1週間、私はとりあえず産経新聞の職員に言っておく。記者たちは立ち上がれ。デスクや部長やそういう上司がこんな情けないジャーナリストとして朝日新聞と毎日新聞と同じようなことをやる、こんな新聞になり下がる、やめましょうよ。部長、局長、このぐらいのことが言える産経新聞の記者であってもらいたい。私たちは何の意見も地位も金も求めないから、岸田総理だろうと産経新聞だろうと中国だろうと怖いものなど一つもない。怖いのは日本の心である。日本のその国体が滅びる、それを防ぎたいために稲垣秀也が立ち上がった。戦ってどんな選挙差別や言論封殺にも稲垣秀也は負けない。絶対にこんな不当な差別をはねのけて戦い抜く。こういった最近進歩の民主的姿、情けない姿、心に刻みつける。こんなことをやっていたら産経新聞の証言でしょ。私は改めて日曜日までに、これまで残りの5人それと同じスペースで稲垣候補に同じスペースで紹介する記事を掲載してもらいたいと思う。過ちはすぐ改めればいい。でも改めないような連中は歴史の彼方へ葬り去られる。私たちはこの人、もしそんなことが起きたなら、私たちはこのエセ保守どもに痛撃を与え、そして日本の敵として産経新聞を敵に回さなければいけない。
国盛りをなめないでもらいたい、そして水島のこの決意をなめないでもらいたい。私は言ったことは必ずやる。こんな保守の運動を圧殺し潰そうとするような新聞だったら私たち日本国民には必要ない。このことを改めて言っておきたいと思うわけであります。一つだけよくしておく。この真面目で日本だけを考え、大阪府民の命と暮らし人生、これをどんなことがあっても守り抜きたいと決意し立ち上がった稲垣秀也をよく見てもらいたい。いろんな映像も出ている。これが分かれば恥ずかしくて今までどの5名の候補よりも形式も心もそしてその決意も私力しよる記憶のない姿理解できるはずである。それとも我々は資金がないから小さい組織だから10年20年の国民運動の実績も無視して稲垣秀也を選挙差別という犯罪の中で抹殺しようとするのか。我々は国民と共にこの姿を戦いながら選挙戦を戦っている新党国盛公認稲垣秀也校からお話を聞きたいと思います。産経新聞の社員の皆様、あなた方に言論弾圧抹殺差別を今回受けております。大阪府知事選候補者新党国盛公認の、稲垣秀也でございます。今回朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、この3社から不当な差別を受けております。私の言論というか主張、大阪府知事選において大阪府民の生活命を守るために考えに考え抜かれた真面目な主張が殺されました。この世から抹殺されております。あなた方によって抹殺されております。一人私個人の主張が抹殺されただけではありません。大阪府民の皆様の知る権利や選択する権利、選挙において候補者を選ぶ権利が侵害されているんです。あなた方、産経新聞、
およびその社員の皆様はそんなことをやっているわけであります。朝日新聞や毎日新聞がそれをやるのはまあ想定内です。中国の代弁者である彼らがそれをやるのは何とも思わないというか、まあそんなもんだろう、どうせ腐ったマスメディアだ、それで済みます。しかしあなた方は今回その腐ったマスメディアである朝日新聞、毎日新聞と同じことをやっているんです。恥ずかしいと思わないんでしょうか。産経新聞が疾病保守、アメリカの墓地と言われていることを知ってます。会社そのことがそうであるということは重々知っています。しかし墓地と BS 店長大臣の社員の中には自分では墓地だと思っている人も少なくとも私長きエリアはまともに大阪府民の命、生活、そして日本の行く末、そういったことを真面目に考えた上で。差別をする私が記者会見をしたときに、宿場の記者会見をしたときに、私たちの国民を記者会見をした記者会見をしたときに言われました。なかなかに違うとチャンネル桜やあるいは新党国盛に近い考えだと言ってました。ところが今回の産経新聞がやったことは朝日新聞と毎日新聞に近いんです。違いますか。一緒です。あの産経新聞よ、お前もがこのようにかっかりしました。どうかやめてください。もしあなた方が欲しさというならば、アメリカに使っていれば自分たちの生活が安泰だと思っているような人間は、この今の日本の状態を考えたときに保守ではありません。保守もどき、なりすまし保守、エセ保守、インチキ保守、それが産経新聞の保守を自負する社員の皆様の本当のあからさまな姿でございます。私稲垣秀也は別にマスメディアになんか期待してません。所詮は敗戦時得者であります。そもそもが根性が腐っております。だからこんなことができる。私が訴えたいのは、あなた方の中にいる自分では本物の保守だと思っている、頑張っているつもりの人に言いたい。もしあなたが保守ならば、会社の中から声を上げてほしい。こんなことやってたら俺たちはもう保守としてやっていけないんだと、もう社会の好機としての価値なんていうものはないんだと、しっかりと自分の上司に下にわかり向かって口のように言ってたって仕方ない。こんなこと言ったって犬も食いません。いや、あった方がアメリカの犬でしたね、ごめんなさい。犬も食わない、こんな陰口言ったって仕方ない。しっかりまっすぐ自分の上司に向かって、あるいは社長にだっていいじゃないですか。こんなもの保守じゃない、保守のやることじゃない、そのようにしっかり言ってください。
そうした時に初めて私たちに近いとか、なんとかこんなことを言っていただいて結構です。少なくとも私はこの度大阪府知事に対決を申し込んでいる、そういったものでございます。 IR に反対するふりするしているお仲間たちがプロレスを八百長を演じておりますが、私一人はその戦後体制そのものに決闘状を叩きつける、そういった選挙を戦っております。この産経新聞の社屋の中に本当の日本男児がいるならば、産経新聞の中から声を大にしてあげて、会社をしっかりと立て直していただきたい。このまま産経新聞を見ていただければ、産経新聞を読者を増やし、そのために出かけているでしょう。もうそんな新聞じゃなくて、それはなんか起こしているという看板はもう伝えていただきたい。マリナー紳士、気持ちにとって誰があるだけでございます。私が聞いているのは、あなたはこの誰芸能関係に屈する戦ってまいりますので、よく私たち日本国民、そして社会参加、新潟県の問題を胸に刻んでおいてください。稲垣秀也からのありがとうございました。はい、新潟県の国民、こちら稲垣秀也、稲垣秀也からのありがとうございました。誠に産経新聞の処分、稲垣国の言う通りですよ。もうバレちゃったんだ。本当は人間は一回やっちゃったらおしまいだが、私たちはチャンスを取りたいと思う。まだ7日間あるからね。せめて読者と大阪府民に稲垣秀也という人間がどんな候補なのか、彼らが知る権利、こういったものに答えなきゃいけないんじゃないのか。府民や読者は稲垣を知る権利、これを侵害しているのが産経新聞である。このことを自覚してもらいたい。もう結果を見て、私たちは次の行動を起こしたいと思う。明日、明後日あたりには公開質問状をそちらに届くと、きちんと答えて、ギリギリその新聞社としてのジャーナリストとしての態度をはっきりさせなさい。今、稲垣候補は、ね、保守としてと言いましたが、もう一つ付け加えれば、日本人として恥ずかしくない潔い行動をきちんと取りなさい。ジャーナリストとしてもそうだ、何よりも日本人としての行事を持ってこれに応えなさい。このことを言いたいと思います。というようなことで、産経新聞、他に私たちは新聞にも載らないような抹殺された候補でございますから、その抹殺を跳ね返さなきゃいけない。こんなものに負けるわけにはいかない。我々は決して屈しない、負けない、屈しない。そしてこのような日本の敵を絶対に許さない。そんな思いでここであたこで言っててもしょうがないことがあるので、ここで引き上げます。産経新聞の諸君、しっかりと態度を示してもらいたい。よろしくお願いします。はい、お騒がせしました。では、移動したいと思います。皆さんお騒がせしました。ありがとうございました。
私たちは産経新聞のこの稲垣候補が一人だけをまるでいないように一切報道しない、このような言論差別、選挙差別を許しません。戦います。皆さんと共に立ち上がってください。そしてこういった新聞のあり方を許されるようにしてください。私たちは週刊新潮の反皇室報道に対して、週刊新潮は噛まない、噛まない、噛ませない、こういう運動を続けていますが、こういう新聞がそのようになってもらわないように、これからも運動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。以上で産経新聞社前の選挙活動を終わらせていただきます。ありがとうございました。